悪い予感が的中です。時、空、幻、どうや総員と同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことはあの得体の知れない化け物どもが徘徊して、やれやれ、ゾッとしない話だぜ。そうか、当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。ここからの目測だと、やれやれ、こいつは骨が折れそうだぜ。大丈夫？真っ青な顔してるわ。問題ないです。ただ昔いた場所、昔いた場所、共和国の生誕にあったっていう。はい、多分この縦穴は煉獄に続く読み字を見立てて、エイドスを否定する概念としての悪魔に蓄積して彼らに供物を。最低の連中ね。はっ、道理で神器臭いに。だったら俺たちの仕事は、俺たちの道を開いてくれた人たちのために、そして俺たちの帰り、その神器臭い幻想を叩き壊して、もう誰も辛くて。ったく、熱血野郎。ま、今回ばかりは私もの敵は全てを影から操っても、今の私たちなら、はい、絶対に。よし、クロスベル警察特務支援課所属、これより事件解決のため。見つけて。冷めたよ。うなされておったが、どこか具合でも。いや、なんだか変な夢、もしや色っぽいよ。いや、もうおじいさん、そうだ、凍らせたものを水筒に。ごちそうさま。しかしその格好、やはりクロスベルし、しばらく外国で暮らしていたんだ。そういうおじいさんたちも、おう、共和国方面を旅行。しかしそういうことなら今。そうです、ここ 2,3 年で待ち。やっぱりそうか。実は最近何度か列車でクロス、ずいぶん背の高い建物が建つ。もともとクロスベルは金融業も発達していたため、一昨年の不戦条約以来、その流れが莫大なミラの投資対象として、いろいろ便利になったのはいいけれど、誰もがみんな時間と、あら、ごめんなさい、悪いこと言ってしまったかしら。いや、気にしないで、手紙でいろいろと聞いているし。どう、若いのに分かって。それ引き換え最近やれ、帝国肌のやれ、もはや信頼だ。おじいさん、おっ、ごめんなさいね。いや、勉強になるよ。外国でもクロスベルタイムズ、実際に話を聞いてみないと。おお、多少ミーハーなところもあるが、もう少し実習行政の。なるほど。
なお大陸鉄道降車規約に基づきエレモニア方面に向かわれる方は、到着のようじゃな。帝国軍人の顔など見たくもないし。あれからセシルネートは、兄貴、俺、クロスベルに。生きてるその意味を探し続ける、それが生きることさ。デパートなんか、あれ、去年オープンしたばか、最新の動力製品から帝国製、共和国製、リベール製、はあ、それに結構車も増え、3年前はほとんど見かお金持ちにしか縁、動力バスの本数が増えたのは正直、南にある病院方面なんか。へえ、そうか。さてと、就職先に顔を出す
せっかくだから家まあら、ダメ、せっかくの初式。さあさあ、まりしかし、戻ってきた東通りでよければ下宿さ。ああ、君送った荷物も。ははあ、そうじゃん。私たちは何か困ったことがあったり、うん、落ち着いたら、はい、あ、それじゃあまた。あの雑居ビル、確かクロスベルタイムズが入ってる懐かしいけど、さてと。特務支援か。まだ制服も受け取ってないし、ど、まあいい、さすがに警察の場所までは変わっ、よし、クロスベル警察、ここが今日から俺の、さてと。まず、こんにちは、どのようなご用件でしょうか。あ、今日からどうか。あ、嬉しいです。あれ、今日新人の方が来る、その警察本部じゃなくて。いえ、警察本部で、一応警察学校の方で。え、すごいですね。いや、それに今回。またまた。でもおかしいですね、あの、どちらの部署に入って。はあ、特務支援課っていう部。特務支援、あれれ、あの、ちょっと待って、どこかでその名前を聞く。ああ、うちは俺が、うちの新人なんでな。あ、警部が立ち上げた新部署の名前だったんですね。ああ、よろしく頼むわ。ま、半年も経たないうちに亡くなってるかも。あ、特務支援課課長。うん。あ、はい、クロスベル警察。特、ああ、それはまだいい。ね、職人報告をするのはまだ早い。ついてこい。他の連中を。え、おっと、待たせたな。こいつが最後のメン。おい、自己紹介。あれ、同じ新人。おい、どうした。名前と出身だけでいい。ロイド・バニンクス。しばらくの間、この度警察に入る。これから。おお、真面目だね。おいっす、俺はランディ。趣味はナンパ、ギャンブル、グラビア雑誌。後でお前さんには。はじめまして、あなたと同じ、よろしくお願いしますね。どうも、ディオプラト、よろしく。よ、特務支援課というのは、その自分も含めて。ま、いろいろあってな。ちなみに全員お前と同じく来た気楽でいいだろう。は、いいのかしら。ま、口やかましい先輩がいない。なんだか無性に。こちらセルゲイ。おお、ご苦労。あれは
そんなものまで実に。ああ、了解だ。それじゃあ後始末の方は任せてくれ。よし、喜べる。この特務支援課がどんな仕事、これから素敵な場所で。ここは駅前通りの外れ。後始末とか言ってたが、まさか資材を片付けろ。ここから先はクロスベル市の地下に広がる。今からこの中に潜ってもらう。潜るって。おいおい、どういうことっすか。お前たちの総合能力、ジオフロント内部はそれほど手が悪は、それらを相当しながら。なるほど、実践テスト。ちょテストはともかく、警備隊じゃあるまいし。確かだが、特務支援課に所属。詳しい説明は後で。まずはこいつを受け。新型の戦術オーブメント。ずいぶん洒落たデザインだな。第5世代戦術オーブメント、ようやく実戦配備ですか。ああ、財団の方からお前たちの適性に合わせて使い方は。面倒だけど、新型用のクォーツはありますか。ああ、少ないが受け取れ。それと肝心、それじゃあ一通り魔獣を相当したら、本細かい話はその後してやろう。おっと、ちょっと課長。ああ、それとりあえずお前。え、今のところ捜査官として。そんじゃ、まが。でもロイドさん、よろしくお願い。ああ、いや、見たところ年も近いみたい。そう？なあ、俺は21だが、よろしくな。ええ、なあ、14ですか。いや、で、10。なんだ、驚いた。いやいや、どう考え。確か一般の警察官でも日曜学校も卒業していない子が。正確に言うと、エプスタイン財団から出向した。え、エプスタインって。いや、そう、ここ数年クロスベル氏の財団と協力、動力ネットワーク計画、そちらにも少しは関わって。これです。それは機械仕掛けのオーバルスタッフといい、この新武装の実践テスト。ロイドさん、ちょっと待ってくれ。もしかして捜査官の資格があるの、実践テストのために。まあまあ、ここで揉めても仕方ないぜ。この先のジオフロントってのが、まずはあのおっさんが押し付けてきたミシ。そうね、納得できないことも。すまないディオ。別に。あの、ところで、私の武装は、皆さんの武装は何ですか。なあ、俺の獲物はこいつだ。それはトンファーか。殺傷力よりも防御と制圧力。なるほど。いろいろ試してみたんだけど。で、私は、はい、動力銃。ずいぶん綺麗な銃だな。競技用に特別にカスタム旧式だけど、狙い。お、そんじゃ俺はこいつだ。それは中世の騎士が使っていた、財団の武器工房で見かけたこと。動力を衝撃力に変換する。ああ、スタンハルバード。ちょいと重くて扱いにくいが。なるほど、ティオの杖がどういうものかを。魔獣との戦闘になったら。確かに。まあ、そのあたりも考えて俺たちを集めたのかもしれない。あのさ、とぼけた顔して結構したたかく。そうですね、私のオーバルスタッフの性能は先ほど支給された。いや、見たところ、まあどちらかというと別機能。まあ
現時点では関係微妙に気になるけど、それじゃとにかく中に入ってみて、まずは安全に。え、了解です。んじゃ行くとしますか。